酒寿司とは、鹿児島県で作られている郷土料理であり、寿司の一種である。酒寿司と表記されることもある。酒寿司おけに酒で味付けされた飯と、様々な山の甲、海の幸を盛り発酵させた豪華な寿司である。一見すると牛寿司のようにも見えるが、酢の代わりに、鹿児島特産の地酒が使われているのが特徴である。多くの地酒を使っているため酒に弱いものは、 香りだけで酔うこともあるというが、意外に下戸に好まれるという。江戸時代に当時の藩主であった島津義弘が花見の宴会を開いた際、女中が残った料理と地酒を家に入れて一緒に置いていたところ、翌朝良い香りが漂っていたことが酒寿司の始まりとされる。非常に手がかかることから現在でももてなし料理の代表格とされ。 寿司を入れる桶も漆塗りの豪華なものが用いられる。近年では合わせ酢を少々混ぜたものもあるようであるが、一般的な寿司に使用される食酢は基本的に一切使われない。代わりに使用されるのが、鹿児島で地酒と呼ばれる酒である。この地酒は一般的な日本酒とは別種の酒で、灰餅酒の一種である。 みりんに近い酒であり、現在は料理酒として酒寿司や、さつま揚げなどに使用されるが、明治時代か、大正時代あたりまでは、祝いの席などで、しばしば引用されていたという。今日は二年観光の、名飯部類には、さつま寿司の名で記述があり、鯖を開き腹の中に酒を混ぜた飯を詰め、酒を振りながら、おけに並べるとある。さらに、こけら寿司も作るとある。 発酵して酸味が生じるまで待てば、酒を発酵の促進に使った生成の寿司である。篠田光る寿司の本によると、昔は7から8日をしたとある。今日の酒寿司は、発酵を待たなくなった生成の寿司の残存例だとする見方が一般的である。家庭で作る場合、一例具はエビ、タイ、赤貝、タコ等の魚介類に吹き、タケノコ、椎茸シイタケ、錦糸卵、 さつま揚げ等が揚げられる。しかし、料理の成り行きが単純であるだけに、実際には寿司に合うものなら何を加えても良いという意見もある。地酒と塩だけで合わせ調味料を作る。基本的に旨味調味料や酢などは使用しない。飯は普通に炊いて冷ましておく。その後、先の合わせ調味料を飯に混ぜる。具はそれぞれに味をつけて、魚は薄汁をして、 チラシ寿司のように切っておく。冷ましておいた飯と合わせ調味料の3、4の量をよく混ぜ合わせて4等分に分けておく。寿司おけに少々塩を振り、その上に飯の1、4の量を敷き込み、平らにする。飯の上に好みの具を散らし、再びその上に飯1、4の量を敷き込む。このようにして順々に段を作っていく。最後に飯を敷いて、 残りの具を彩りよく盛り付ける。上からハラムを敷いて中蓋をする。寿司桶の中の地酒が常に蓋の上段ギリギリにあるように中蓋の上から重しを乗せて調整する。この重しの調整が美味しく作るコツである。重しを調整しながら4から5時間待つと出来上がり。長時間置くことで地酒の酵素が飯や具を軽く発酵させて旨味や甘味を引き出す。 仕上げに山椒の葉をのせると一層彩りが良くなる。いわゆる砂糖の人の中には、さらに地酒を寿司の上に振りかけて食べる人もいる。ありがとうございます。